皆さんこんにちは。ソプラノの菅純子です。8月のバックステージです。最初に出てくる言葉はやはり暑いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。でも今年は本当に世界中が気温がものすごく上がっていて、イギリスとかあちらの方でも40度ぐらいになってるっていうニュースを聞いたので、どうなっていくのかなと思っているんですけれども、以前も少しお話ししたと思うんですけれども、気温よりもですね、湿度に弱い私としましては、去年まではですね、湿度の話ができる人が、数人しか周りにいなかったんですけど、今年は私が言う前にですね、老若男女からですね暑い、湿度が高いっていう言葉をよく聞くので、相当湿度が上がっているんだなって感じました。皆さん体調いかがでしょうか。大丈夫ですか。昨日ですね、8月の純子チャンネルの配信がスタートしました。今月は、シューベルト作曲のフリューリングスグラウベ、日本語では春の進行という、タイトルがつくことが多い曲を、配信スタートいたしました。ご一緒させていただいたのは、ピアノの中山あまねさんです。もう中山さんは純子チャンネルよく見てくださってる方からはよくご存知のって感じなんですけれども、野原とか、あとこの間のからまつとかご一緒させていただいているので、皆さんよく聞いてくださってると思うんですけれども、中山さんとご一緒しました。で、この曲は、ドイツリートというものなんですね。ドイツリートっていうのは、リートっていうのはドイツ語で歌っていう意味で、ピアノ伴奏のために書かれた歌ということなんですね。なので、ピアノが、背景とかを表現して、歌が物語を語るみたいなスタイルなので、ピアノと歌のこのコンビネーションがすごく大事になってくるものなんですね。なので、今回も中山さんとね、すごくそうですね、お話をしながら練習しました。まずその曲の内容を少しご紹介しますと、1番2番あるんですけど、1番が、穏やかなそよ風がこう吹いてきた、新鮮な香りとか新しい響きが聞こえてくるよっていうようなことが書いてあるんですね。春が来た時のいろんなこう感じ方を書いているわけですよね。で、2番は、世の中は日々もっと美しく、お花で彩られる、深い谷にまで花が咲いてきたよっていうことが書いてあるんですね。で、1番と2番の最後には、心配しないで、今全てが変わるに違いないからっていうような、本当にこうなんて言うんでしょうね、雪国の方、北の寒い地方に住んでる方なんか本当に実感されていることばかりなんじゃないかなと思うんですけれども、雪の地域に住んでいない私ですらこれは感じています。皆さんも共感していただけるような内容なんじゃないかなって思うんですけど、この歌の最初がですね、前奏がタンタンタタンタタタタタタンっていうのがあるんですけど、このタンタンタタンっていうこれだけでもね、楽譜に書いてあることは一つしかないんですけれども、いろんな表現があるんだそうです。クラシックっていうのはだいたい作曲家によってとか時代によってスタイルというものがあって、それを継承していくっていう
こともあるんですけど、そのスタイルがこのリズムだけでも何個かあるんだそうなんですね。で、今回どんな感じにしましょうかってこう言ってくださったんですけど、まあ私も勉強しなきゃいけないんですけど本当は。まあ一緒に歌ってみて、私のこのフルーリングスグラーベはどんな感じがの始まりが合うかなっていう風にして、中山さんにこう委ねたので、その辺もね、聞いていただけたらいいなと思いますね。フリューリングスグラーベというタイトルですけれども、フリューリングっていうのは春で、グラーベっていうのは信仰とか信頼とか思いという意味なんですね。だからすごくこう春に対するこう、なんて言うんでしょうね、神聖なる気持ちっていうか、春が始まるっていう、これからお話ちょっとさせていただくんですけれども、そういう地域に住んでいるからこそ出てくるような、そんな内容だなって私は思うんですね。で、そのシューベルトなんですけれども、シューベルトはもう純子チャンネルでも皆さんご存知のようにアベマリアとか、野バラをお聞きいただいているのでご存知かなと思うんですけれども、この詩を書いたルートヴィヒ・ウーラントという人なんですが、この人についても少しご紹介したいと思います。ウーラントという人もドイツ人です。シューベルトよりは10歳くらい上の人ですね。で、お仕事は、詩人なんですけど、法律家とかあと政治家もやってるような人なんですね。で、出身が、テュービンゲンというところで、私は初めて知った場所なんですけど、テュービンゲンというところ出身です。で、作風としましてはゲーテの影響をすごく受けているんだそうですね。で、それもなんとなくちょっとこう納得できるというか、ゲーテもいろんな多彩な方だっていうのを以前お話ししたような気がするんですけど、この人もやっぱり法律家だったり政治家でもありますので、そういう思考回路がやっぱりピンとくるところがあったのかなって、こうインスピレーションが同じなのかなって思ったりもしています。で、牧歌的で故郷に深くこう根ざした素朴な叙情的な詩を書くような人で、リートの作曲家からすごく人気のある詩人なんだそうです。私もね、初めて知った詩人なので、なんだそうですって言ってしまって申し訳ないんですけれども、そうなんだそうです。で、この人はですね、フォークロア、この人が生まれたテュービンゲンというところは、シュバーベンという地区なんですけど、そこのフォークロアというものがすごく興味があって、フォークロアというのはその土着の伝承されてきたおとぎ話とか民謡とかなんですけど、そういうものとか中世ドイツの古い民謡とかお話にすごく興味がある人で、文献学者としても有名な人なんですね。なので、そういうふうな、こういう、なんて言うんでしょう、春の信仰みたいな、こういう詩が出てくるのもちょっとこう納得いくなって思うんですよね。で、このシュバーベンというところですけれども、このシュバーベンというところはドイツの、下の方にある地区です。で、このテュービンゲンという町とか、あと有名なところですとシュトゥットガルトとかウルムという町があります。で、テュービンゲンという町は行ったことないんですけど、ちょっと調べてみましたら、王国にもなったぐらい昔ですね、力のあったところだったんですけれども、それがまあ中世とかぐらいですかね、16世紀ぐらいですかね、それがだんだん、フランスとかそういう、
強い国が出てきて通り道になっちゃうような王国だったのに通り道になっちゃうようなだんだんこう衰退していってしまったような国で場所でもあるんですね。なのでいろんな伝説があるのもちょっと分かる気がするんですよね、うん、で、ネッカーっていうね大きい川があったり、あと調べてみたら市役所がすっごく素敵なのがあるんですね。古いものなんですけれども、それをこう修正して大切に使っているようなそういう場所でした。それからシュトゥットガルトっていう場所は私行ったことがあるんですけど、仲良くしてるお友達がリートの専門の方でドイツの語学学校に、短期留学していたことがあるんですね。でその学校の寮に住んでたので私も行ってみたんですけど、本当はね私もホテルを取って楽しまなきゃいけないところなんですけれども、遠い昔のお話だと思って時効ということで聞いていただきたいんですが、いろんなお部屋からですね椅子をお借りしてその子の部屋に持ってきてくっつけて寝袋を借りてそこで寝泊まりしてたんですね。なので語学学校にこう私も住まわせていただいてたんですけれども、うん、とても素朴なところでしたけれども、どちらかというと町っていう感じの印象が強かったですね、シュトゥットガルトっていうところは。それからウルムというところは私は行ったことがないんですけど、今回のこれをいろいろお話しするにあたりやっぱりいろいろ調べたんですけど、私がとても仲良くさせていただいている方でドイツにとても詳しい、ドイツに留学してから毎年毎年毎年もうコロナが始まる直前まで毎年ドイツでお仕事があって日本から行かれてる方がいて、ドイツと私という本まで書かれてるくらいドイツにめちゃくちゃ詳しい方が知り合いにいるんですね。でその方にこういろいろちょっと助けていただいたんですけれども、このウルムというところはですね大きい大聖堂があるんです。で写真も見せていただいたんですけど本当に素敵で、なんとですねこれは500年かけて作られているんですね。まあヨーロッパとか昔だとこう普通の話なんですけど、すごいなって読むたびに思ってしまいますね、うん、でゴシック様式でね本当に素敵なものなんです。でその他にも先ほどのトゥービンゲンみたいな感じで昔の古い建物とかもたくさんあって、それをこう修正して今でもきちんと使っているような素敵な街でしたね。だから行ってみたいなってすごく思いました。でこのシュバーベンという地区なんですけれども、ドイツの中ではねとても、皆さんもご存知で私だけが知らないだけかもしれないんですけれども、ドイツの中ではどういう感じかという言いますと、シュバーベン出身ですっていうと田舎出身ですみたいなこう代名詞なんだそうです。で、こういう言い方をするとちょっとこうマイナスなイメージ持たれるかもしれないんですけど、そういう意味ではなくてつましい精神の象徴っていう感じ のドイツの中では位置づけで、堅実な人っていうイメージなんだそうです。でリーマンショックの時にですね当時の首相のメルケルさんが、欧米の、窮状の理由を知りたければシュバーベンの主婦に聞くべしみたいなことを演説で言われたんだそうです。聞いてたかもしれないんですけど、やっぱり知らないことってこうスルーしてしまうんじゃないですかとか言ってしまうんですけど、スルーしちゃっていて今回初めて知ったんですけど、これはどういうことかと言いますと、シュバーベンの主婦っていうと主婦の鏡みたいなイメージ
メージで、倹約して堅実にきちんと生きている人、主婦っていうお家を守っている人っていうシンボルなんだそうですね。だから彼女たちに言わせてみれば、あの出来事が、あれだけ贅沢にねゴージャスな暮らしをしてたらそりゃ破綻するでしょうって言われるんじゃないですかねっていう、メルケルさんの、メッセージだったみたいですけれども、それくらいね、シュバーベンというところは、なんて言うんでしょうね、誇りに思われている場所なんじゃないかなって思います。で、先ほどドイツの下の方にある南の方にあるって言ったんですけど、北イタリアにとても近いところで、郷土料理にピッツァとかあとパスタなんかもあるんだそうです。ヨーロッパってこっからここまでがここでこの国ですっていう国境というものがあるので、きちんと分けられてはいるんですけど、やはり文化というものはこう混じりますよね。だからお食事にしてもやはり混じるだろうし、言葉、特に地名とかなんてちょっとこうイタリアなのにフランスに接近してたらフランス語が混じったり、ここも多分イタリア語が混じっているドイツの地名とかもあるんじゃないかなって思うんですよね。だからぜひ行ってみたいなと思うんですが、このようなね、とてもこう素朴で堅実で自然がいっぱいで情緒的なこういう町で暮らしたウーラントのこの詩をですね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思うんですね。で、そこにシューベルトの美しいメロディーが入ってくるとさらに世界が広がって素敵な曲なので、その素敵なシューベルトのメロディーを中山さんが奏でてくださってます。それから僭越ながらなんですけれども、このウーラントの素敵な詩を私が歌わせていただいてますので、8月はぜひ夏なんですけれども、この曲を楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。とはいえですね、なんか暑いですので、ついこの間までお花がいっぱい咲いてた春だったんですけど、なんかもう忘れちゃうくらい暑いですよね。なんですが、季節は巡りますし、歌っていうものはやはりその季節ごとに聴く良さもありますけれども、その曲を楽しむという楽しみ方もあると思いますので、ぜひこの春の進行フリューリングスグラーベを8月は楽しんでいただきたいなと思います。暑いですのでね、本当に体調には気をつけてお過ごしください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。